はーい、なんかお久しぶりです。よし、今回はねまたパラライのグッズを買ったので、久しぶりにというか前から頼んでたやつが届いたので、それを開封していきたいと思います。ジークレストアからかな、今回は。ジークレストアで1月に買ったやつですね。あ、いつもやった、あれだ、なんかツイッターかなんかでやってた、なんかおしゃれ着るみたいな、普段の生活、メンバーの普段の生活を見るよみたいな、あったじゃないですか。わかりますよね。それです。それのアクスタと、クリアしおり、そのままですね。クリアなしおりですね。をご注文いたしましたので、開封させていただきたいと存じます。アクスタは1個しか買ってなくて、もうただの推し、はい、のバンドベンボン。神林洋平さんですね。かっこいいと思って。買いました。かっけー。マジでかっけー。かっけー。これです。これを買いました。で、クリアしおり、なんか、安かったのかな ?330 円だったから、なんと、15枚ほど。買いすぎだろ。買いました。よし。ね、14人いるんだっけ、あらない。じゃあね、出るよね。いきます。どう入ってるやつ?このババアンよ、来たよ。タイヤ、お、こうだ。あ、知ってる人、スキ君です。あ、すごい、でもペラペラ、どうしよう、ペラペラ、これどうしような、ペラペラだべ。あ、名前と MC ネームも書いてますね。 MC の話、足しか見えない。どんどん行こう。あ、パッパン。お、どんどん行こう。嘘でしょ。好きすぎだろお前、マジでよ。行きます。ダン、これって選ぶやつ?選んだとしても僕四季くんしか選んでないってことね。四季くん15枚。え?生産量こいつ、この子だけ高いですよね絶対。いきます。あ、よかった、かわいい。笑ってる。ごめん、ちょっと今四季くん3枚出たことによってすっごい今テンションだだ下がり。いや、うん、おいって感じですね。3枚かぶりいきなり来るのはちょっとなかなかにね。まあいいです。はい、行きます。ドン。あ、ママ、あ、ママじゃない、パパ、パパが来ましたよ。安定にキャッツがいっぱい出てますよ。嘘。いきます。あ、えぐいやつね。かわいい北斎くん。最高。見てください。かわいい。めっちゃか
をかしげてるのが可愛いですよね。ちょっと見えるこの腹、わかる？腹チラ、タトゥーもちょっと見えてね、セクシーさもアピールです。可愛い。よし、ダン。お、2万の北斎と重ねちゃうか。クリアですね。今のところ赤いやつだとやつしか出てない。こういう日もあるよね。ここがない。見える顔。よし。うん。まあいいです。はい、行きます。ダン。お。かぶり。行きます。あと何枚？あと7枚。何枚？8枚開けて4枚。ああまあ、2分の1。行きます。ダン。お、ゼンさん。これもゼンさん腹散らしてて、セクシーさをアピールですね。やっぱりキャッツと赤いやつらしか出ない。このズボンかわいい。うん、いいですね。これを羽織った姿も見たいんだよな。いきます。ドン。ゼンさん、見えないで。よし、よし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 、ダン。お、キャッツ揃った。リュウくんね。でも僕このリュウくんのお衣装はすっごい好きなんです。今回ね、めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いんですよ。どう？ゆくちーく。似てな。いきます。いや、でも本当に、りゅうくんが来たのは嬉しい。普通に。そう、りゅうくんのアクスタも買うか迷ってて、お衣装可愛いから。でもなんか、いいやってなっちゃったんですけど、結局ね。ダン。お、りゅうくん。なんか2枚ずつ出る、しかも連続で。なんか儀式？儀式？儀式？デパート？語彙力がちょっとないので、ね、何言ってるかわかんないんですけど。あーあーあー、ゴミが散乱。いきます。ダン。あ、まあね、しきくんがね、3枚出たら、りゅうくんも3枚出なきゃね。やっぱお友達なんで、わかるけど、僕のとこじゃなくてもよくない？いきます、ドン。お、たずき。あれ、赤いやつら揃った。あ、違う、りょうがいない。あれ、これってなんかあれですか、第1弾、第2弾とかありますか？これはキャッツと他のやつらしか入ってないやつなのかな。ちょっと後で調べてみよう。いきます。ボン。お、はい。ってなわけで、しおりは陽平さんと、違う、しおりは陽平さんが出なくて、あ、違う、何言ってんの。しおりは、キャッツは陽平さんが出なくて、赤いやつらはレオが出ませんでした。アクスタはヨヘさん買いました。え、これは本当に赤いやつらとキャッツしか入ってないやつですか？だとしたらいいんですけど、じゃなかったらすこぶる悲しいです。はい、そんな、まあでもそうですよね。一日頑張ります。はい、バイバイ。